キリュウさん、お待ちしていましたよ。いよいよサンダーズ2軍との試合ですね。あー、緊張してきた。おいおい、2軍ごときに緊張してどうすんだよ。無理ずかなかなか似合うじゃねえか本当はこのユニフォームがプロのやつだったら最高なんだが、ま、今の俺にはこいつがお似合いかもな経験者の実力見せてくれよ。おう、俺を入れて後悔はさせねえさ。あいつらをぶっ倒そうぜ。ようよう、ウォリアーズ諸君、ごきげんよう。なんだ、浜名も来たんすか。おいおい、そりゃないだろ。こっちは忙しい中、時間を作ってきてやってんだぜ。お前らがうちの二軍に負ける姿をどうしても目に焼き付けたくてね。相変わらずクソみたいな性格だな。つい先日まで飲んだくれだったお前に言われたくはないね。約束通り、僕らがサンダーズ二軍に勝ったら、次はあんたたち一軍とやらせてもらうっすよ。ああ、約束しよう。ただし、勝てたらの話だけどね。二軍とはいえ、腐ってもうちのチームのメンバーだ。お前らに負けるような奴らじゃない。勝てるもんなら、勝ってみるんだな。望むところっす。じゃあ、俺はベンチでゆっくりのんびり観戦と行くかな。せいぜい頑張れよ。絶対負けられないっすね。おう、あいつらに恥かかせてやろうぜ。キリュウさん、心の準備ができたら僕に声をかけてください。打順や守備位置など作戦を決めて試合に臨みましょう。わかった。キリュウさん、絶対勝ちましょうね。瀬戸内ウォーリアーズ、プレイボール。
れる。カットバス。よっしゃーせよーし桐生さん、やりましたよ新生ウォーリアーズ初勝利っすよ。ああ、
やったな。よっしゃ、今日はいい酒が飲めそうだぜ。すげえ、勝利の味なんて久々すぎて、やればできるんすね、俺らも。桐生さん、ありがとうよ。勝てたのはあんたのおかげだ。野球はチームで戦うスポーツだ。俺のおかげとかじゃねえ。俺たちが掴んだ勝利だろ。桐生さん。はい、僕たち全員で掴んだ勝利っす。バカ野郎、何あんな弱小中に負けてんだてめえ。すいません。おら、罰として走り込みだ。全員連れてとっとと行ってこい。はい。なかなかやるじゃねえか、瀬戸内ウォリアーズ。約束っす、次はあんたらサンダーズの一軍と戦わせてもらうっすよ。いいだろう、どうやら練習くらいにはなりそうだしな。ただし、さっきのヘッポコどもと一緒だと思わねえことだ。サンダーズをなめんじゃねえぞ。桐生さん、サンダーズ一軍は二軍と比べ物にならないほどの強敵っす。うちもメンバーを増やしたり、特訓や試合をしたりして、チームを強化して臨みましょう。ああ、わかった。おい、千葉さん、桐生さん。ん？せっかく初勝利したわけですから、ちょっとお祝いに一杯、行きましょうよ。早くしろよ。気分いいからよ、今日は俺がおごってやるぜ。おお、太っ腹だね。もう次は強敵なんすよ、飲んでる場合じゃねえ。まあいいじゃねえか千葉、勝利の味を覚えるってのも大事なことだぜ。そうっすかね。そうっすよね。今すぐ行くっす。桐生さんも行きましょう。ああ、よっしゃ、次は絶対勝とうぜ。楽しかったな、チームが盛り上がってきたね。はあ、飲んだ。明日からメリハリつけて練習頑張ろうぜ。練習しましょう、練習。絶対勝ちたいっすもん。よし、じゃあ俺は行くぜ。はい、桐生さん、お疲れ様でした。次はサンダーズ一軍っす。あんな風にバカにされて、僕絶対負けたくないっす。僕もできるだけのことはやりますから、また一緒に戦ってくださいね、桐生さん。ああ、もちろんだ。よかった、じゃあまた球場で。桐生さん、お疲れっす。それにしても千葉のやつ、いい顔するようになったな。うまい酒を飲めた。次も勝って、もっとうまい酒を飲もうぜ、お前ら。